にちは。今日は2024年4月15日月曜日午前9時2分を回りました。今回も COD モバイルで遊んでいきたいと思います。もうそろそろねシーズンが終わりますね。まだリセットされますんで、またレジェンド目指して頑張ってやりたいと思います。残された日あと2日、プレイを楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。よし、もらえるものはもらっておきましょう。イベントカレンダー一切合切受け取る。はい、ありがとうございます。ハイスピードロードラック、これもありがとうございます。もうもらえるものはないかな。はい、これはもういいですね。よし、じゃあバトロワ行きましょう。よろしくお願いします。お、早い時間から早めのマッチングできましたね。いいと思います。なかなかね負けが込んでいるんで、やっとまたランク保護から元に戻ったんですけれど、行きましょう行きましょう。行かないかな、乗り物。なかった。よし、行きましょうか。よし、行きましょう。農園。OK。パラパラと雨が降っております。まあ、これからまあ激しく雨が降る時間帯もあるようですね。今日もずっと家でおとなしく過ごそう。 HVK30 なんか打ちやすくなってますもんね。よし、こうダブルだ。行け。マップオーバーグロン訪問か、わかりました。1個は永久に切り替えとく。まあ永久を使うと思うけどね。HVK30 多いな。はい、糸スナイパー持っておきましょう。よしよしよし、オッケー。バス停方面で一回様子見ようか。ああ、ちょっと待って、それまで弾を集めましょう。ちょっとね、最近また
体重が増えてきてるんで、今日からね、昨日からって言ってもいいのかな、16時間断食それをやってみようかなと、今やってタイプ1級に切り替えるところでございます。16時間断食って何かというと、夜の8時から次の日のお昼まで正午まで16時間、何も、食事を口にしないということです。はい、まあ意外とあと4時間頑張ればいいんで、そんなに、きつくは厳しくはないのかなと思ってるんですが、たまにねそういったプチ断食ってやつを期待はやっているところでございます。では今回も今週ちょっとプチ断食やろうかなと、ちょっとやってますもん。朝はねとコーヒーだけ飲みました。飲み物は問題ないだろうということで、エアドロップインカミング。あ、これ音がスピーカーがオンでした。よし、アンチに入ったんで、一応バス停まで行って様子見ようか。昨日はね 81.9 キロ、1キロ増えました。なんでまた1キロ増えたんだっていう、まあ理由はあったんですよね。土曜日にちょっとねお肉食べたいなと、最近ねお肉あまり食べていなかったんで、ちょっとねたまにねお肉食べたくなる時があるんですよね。まあ罪悪感があるとか言ってるけど、まあ食べたい時には食べていいんじゃないかなと思うんですよね。でお肉を食べたんで、その影響です。はい、食べて太ったら減量すればいいだけの話なんで、別にねお肉を食べることに罪悪感なんかは持っていないんでね。あ、いるね、いたね、とか。気をつけよう。プレイヤーだ。ボイドウォーカーアクティベイテッド。エアドロップインカミング。オッケー、プレイヤー倒した。いいですね、いいと思います。すいません、ちょっと音を消してました。よし、行こうか。エアドロップ has been delivered。また来た。これはスノーボード。ほら、一回持ってよ。たくさん持ってましたね。よし、ここで様子見て、次のアンチ決まったら移動しよう。シーズン最後はね、もうカン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 勝ちたいでしょうね。もうヘリはそこにいたの、行ったのか。よし。Airdrop incoming。 オーバークローまで行く必要なかったですね。またここで様子見ようか。
Airdrop has been delivered. Half of the players are eliminated. もし半分。バンバン来るね。ヘリは動かないんだ。Chip terminal is almost ready.今ね、チャンネル登録者417名です。チャンネル登録ありがとうございます。あとね、83人で500人達成しますんで、どうぞね、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。500人達成したらね、いろんなことができます。プレ収益化もできます。まあ、500人って、なんだ、4000時間ですか。で、チャンネル登録者を4000時間でしょ。動画を3本以上投稿すると、しているとプチ収益化で、メンバーシップと、ショップとスーパーチャット、スーパーステッカーを利用することができるんでね、それが利用することができるようになったら、またいろんなことができるのかなと思ってますんで、どうぞよろしくお願い申し上げます。で、近々ね、参加型のプレイもやってみたいと思います。まあ、全然ね、やってなかったんで、はい、野良ではね、チームを組んでプレイすることはあるんだけれど、皆さんと、楽しくワイワイとプレイできればいいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、次のアンチ、スクタドこれから暑くなっていくみたいですね、今週。寒暖差には皆さんお気をつけくださいませ。さあ、これよ。ちょっと移動か。まあいいです。もう一人来た。エアドロップ has been delivered。これで反応した、さっきの人ボットか。
Chip terminal is almost ready. あれ、木の影？あれ、木だ。木の幹だった。Airdrop incoming. 木の幹が人間に見えた。Airdrop has been delivered. スナイパーで撃たれたら嫌だよな。よし、トップ10入った。ありがとうございます。原発は範囲内なんだ。Down to the last five players. よし、5人。4。さあ、どこに行くか。まあ、直進するしかないと思うけどな。木陰、岩陰。Airdrop incoming.Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. よし、移動するか。The safe zone is collapsing. Void walker activated.Only two players left. Almost there. そっちか。さあ、来い来い。
Chip terminal is almost ready. Voidwalker activated. Be careful, a poltergeist is active. The safe zone is collapsing.いいっすね。はい、ありがとうございました。はい、ということで今日はね、一等賞を取って気分がいいので、短いんですけどね、今回の動画はこの付近で、終わりにしたいと思います。よし、またね、あのウォーゾーモバイルとかもね、プレイしますんで、そっちの動画も、どうぞご覧くださいませ。はい、ということで今回はこの件で終わりにします。失礼します。